それ実際大丈夫だった。はい。帰らなくてもいいという。うん。そうか、帰省が北海道って面白いね、なかなか。本当に大好き。就職決まったのもオンラインって言ってたよね。すごいね。はい、皆さん、どうもこんにちは、アシアです。そして今日来てくれたゲストさんのお名前は何ですか？アンナです。アンナさん。で、どうお呼びしたらいいですか？まあ、アンナでも、アニャでも。うん、アンちゃんです。アンちゃんでも大丈夫です。そう、アンちゃんだから、今日ちょっとね、お土産持ってきたの。そう。アンちゃんだから、アンパンを持ってきたの。あんこ好きですか？アンナちゃんのためにお土産。はい、これは何ですか？あ、ピロシキですか？違うよ。違う。アンパン。あー、ピロシキ、似てる？え、アンナちゃんだからアンパンだよ。木村屋のアンパン。日本のアンパンだった。自己紹介？自己紹介。じゃあ、ロシアモスクワ出身で、日本に来たのは、2021年の7月で、うん、札幌に来て、北海道大学、で、研究、まずは研究生、あとは、修士、あと大学院で、2年間ぐらい、2年間ぐらい勉強していて、今年の4月から東京に引っ越しました。モスクワ出身で、ロシアで一番頭いい大学っていうね、モスクワ大学っていう、超エリートというか、そうですね、なかなか、いえいえ。モスクワ大学って聞くと、もう、すごいって感じだけど。でも、大学で日本語を専攻してたっていうことなんだ、ね。あ、そう、日本語学科っていう、アジア・アフリカ諸国学院という名前の学部で、日本語と、日本の経済を専攻として勉強してました。日本の経済ね、なんかここ30年ぐらいずっとなんか伸びてないみたいなね、風に言われてるから、もう研究してどんどん日本の経済をね、より、なんでしょう、加速させるようなね、そういう期待もあると思うんだけど、そうですね、じゃあどうしてその大学の時日本語を学ぼうと思いましたか？高校で、中学校も高校も外国語が大好きだったので、その時は主に英語とフランス語めっちゃ興味があって、ヨーロッパ言語にめっちゃ興味があったので、大学もその国際的な学部に行こうかなと思って、でも大学はヨーロッパ言語じゃなくて、なんかもっと多様な言語、多様な文化に、詳しくなるために、アジア言語の中になんか選ぼうかなと思って、中国語、日本語、アラビア語、ヒンディ語、なんか4つの言語の中から日本語に興味を持って、日本語を選びました。なんかそのようなアニメというか、漫画のような経由じゃなくて、普通じゃない経由で日本に興味を持って日本語を選んだ感じ。その時じゃあ日本語を勉強する前に何か日本について知識とか印象とかあった？多分旅行として、魅力的な国ぐらい、で、自然とか、ホテルとか、神社が綺麗かなと思って、で、漢字も、好きだったので、自分で漢字書けるようになりたかったので、なるほど。なかなかちょっとね、その大学入ってみるとそのグループの中でアニメ好きな人の方が多いって。あ、そう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 。大体みんなアニメ、全部全員じゃないけど、大体そういう感じ。じゃあ初めて日本に来たのいつですか？初めて来たのは2018年の4月頃、で、その時は、何のきっかけで？父が出張に行って、私も連れてきたんですけど、多分その時の旅行は、一番なんか贅沢な旅行だったのかなと思って。でもめっちゃ時差ボケで、
めっちゃ眠かった。何かその時の思い出とか印象に残った。あ、多分あこれあのめっちゃ眠かったこと。まあ、自然が綺麗、うん。都会と自然のなんかコントラストがめっちゃはっきりしてる。うん、なんか田舎と都会のコントラストが大好きで、うん、なんかその組み合わせとか。うんうんうん、新幹線で走るときなんか急に森からめっちゃ都会でまた森みたいな、はい、そうね、ロシア広いからなんかそんなにコントラスト強くないかも、うん、なんか田舎から都会に来る徐々にみたいな、そうそうそう、でめっちゃの部屋あの何もない部屋うん、うん、そう通るみたいな、部屋部だからそれ以降も完全にユコスまで何回か来たとかね、はい、と18年の夏は、まあ、初めて、なんか、言語交流、みたいな短期留学、プログラムに参加して、うん、東京外国語大学のプログラムで、あ、その時は、まあ、ロシア語を勉強した、してた学生と一緒にチームになって、うん、あの、日本語を勉強してたロシア人と、ロシア語を勉強した、うん、してた日本人と一緒になんか、お互いの言語を勉強し合ったというプログラム、うん、で、いいね。その時はめっちゃ暑かった。暑かった。暑かったことは印象に残った。勉強じゃなくて、天気が暑かったね。でもその時、あ、確かにその時からの友達も、まあ、2人か3人、うん、まあ、なんか連絡、時々連絡取ってるので、うん、まあ、なんか楽しかった、うん。でも、なんかそれ聞いて思ったのが、日本語勉強するロシア人ってすごいなんか多いと思うけど、うん、ロシア語勉強する日本人ってすごい少ないよね、多分。確かに。なんかその割合で考えたらもう。大学を卒業してから日本に、その、大学院に、はい、行ったけど、それをなんか行こうと思った理由とか、うん、まあその短期留学のプログラムがめっちゃ楽しかったので、うん、あのこれからもまあ大学院卒業してからもっとなんか長い期間、うん、なんか長期留学、あの参加したかったので、うん、まあ、大学院に進学するんだったら、まあ、日本の大学院にすることが一番、あの好きだったので、なんか運が良くて19年は北海道大学、北海道大学がモスクワ大学となんか連携オフィスを開いて、うん、そのオフィスを経由で奨学金申請が始まって、うん、私も応募して合格して、まあ、大学院に行けるようになった。あ、最初は、研究生として、うん、まあ、そのような可能性があって、うん、まあ、コロナでちょっと延期延期になって、そうそう、うん、コロナで1年遅れて、うん、21年からは、なんか多分その時一番なんか普通じゃなかったとか面白かったのは、21年の4月から、まあ、正式的に研究生として入って、でもまだあの日本に来るのができなかったので、うん、とずっとオンラインで、ああそういうのあったね、うん、勉強して、うん、あのその時はあんまり、まあ、授業の時間、研究生だったので、うん、と授業時間 あまり選べなかったから、うん、めっちゃあの早く起きる必要があって、そうだ、6時間ぐらい時差あるの、ね、そう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 、うん、6時間時差で、まあ、できるだけ、まあ、3限からの時間の授業にしようかなと思って、うん、それでも時々、まあ、朝4時とか朝4時の授業もあった。すごい、朝4時から授業って言われたら多分寝ないもうそもそもじゃあモスクワから北海道に引っ越して札幌、それはどうだったか、その日本での生活、やっぱり短期で留学に来るまた違うかな、もう自分で完全に生活が日本ってなるとどうだったか、はい、この前も東京しか、まあ、京都
ちょっとだけ旅行したこと、うん、あ、京都と大阪、うん、でも東京一番好きで、まあ、北海道も行ったことなくて、うん、まあ、行ってないまま、まあ、札幌に来て、うん、まあ、思ったよりあの大都会じゃなかった大都会じゃなくて、でも私、まあ、子供の頃から、まあ、大学までずっとのモスクワじゃなくてモスクワ郊外の都市で、うん、住んでて、あ、まあ、そのような景色に、まあ、ちょっと慣れているという感じだったので、うん、まあ、そこまで衝撃ショックじゃなかった。自然とか山とかのなんか森とか大好きで、海も大好きで、まあ、北海道旅行するのもめっちゃ楽しくて、結構いろいろ回った。札幌住んでた時、うん、小樽とか稚内も行ったことあって、おお、すごいあ、ちょうどあの卒業してから、うん、なんか卒業旅行みたいな、うん、回って、あの釧路、うん、網走、うん、富良野、旭川、うん、こういうちょっとだけ回って、そうそうそう、函館とか、あ、まだ行ったことない。え、そうなんだ。私逆に函館は行ってた。あ、8月行くまで。ああ、いいね、いいね。お盆帰省する。あの、日本の出身は札幌。ああ、そういう感じで。そっか。函館めっちゃいいよ。なんか、その、なんだろう、もう海もすごいし、あの、うん、すごい日本三百景、あの、夜景とかもすごいし、お昼も多分すごいけど、あと、楽しみ、ね、ロシアの教会があるし、うん、聞いたことある、いろいろ、うん、すごく良かった。そっか、帰省が北海道って面白いね、なかなか。モスクワ出身、ロシア人にとって北海道の冬は寒いですか？どうですか？あ、そうね、あの、まあ、温度として大丈夫、まあ、そんなに寒くない、うん、モスクワと比べて。で、まあ、雪の量めっちゃ多い、うん、まあ、3倍、うん、あの3倍ぐらい多いから、うん、あの最初の冬は多分、まあ、札幌にとっても雪がめっちゃなんか降っててめっちゃ積もって、多分100年ぶりに一番雪が多い冬だった大歓迎じゃないですか。私の初冬はこんな感じ。おで、あ、多分それも、まあ、コロナの時の冬、まあ、うん、まあ、雪祭り、札幌の雪祭りはまだ、うん、行われていなかったその冬、うん、で、多分雪の量も使えない、あ使えないことになって、うん、めっちゃあの市内、都内に積もってて、うん、めっちゃ多かった、まあ、写真後で、まあ、ロシア人もびっくりする。そう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 、あの雪はちょっとちょっとそこまで好きじゃないかもそうだ。え、でもさ、なんかロシアはその日本人にとって寒いイメージだから、うん、雪も多いってなんか多分イメージあるけど、そう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 、意外と日本の方がその日本海側とか、まあ、北海道もそうだけど、うん、豪雪地帯、日本の方が雪は全然多い。ロシアもなんか雪あるけど、なんか普通になんか、うんうん、ちょっとあるかなぐらいで普通にあるんだけど、そう量はね、うん、量はびっくりするよね。で、まあ、11月、12月はまあまあ大丈夫、まあ、雪が一番多い、うん、まあ、月、1月、2月、うん、2回目と3回目の冬はもう雪祭りがあったので、うん、札幌に住んでていい言葉習って、常設の車、うん、めっちゃ好き、その名前。あ、常設車、わかりやすいそう、常設車めっちゃ多い、うん、常設車がないともう生活できないよね。で、あの、その雪を、まあ、そのあの中心部、うん、大鳥の方、その雪祭りがある都市の部分に運んで、うん、まあ、雪祭りを、うん、まあ、雪祭りのなんかを作る、雪の像、うん、でもさ、それ思ったけど、そのロシアでもそういうのはあるけど、ロシアでなんか氷で作るよね。そうそうそう、でも日本は雪で作るっていうその差が面白い。あ、うん、あ、でも今年は氷のものもあった。あ、氷もあるんだ、うん、ちょっとだけ。いいね、なんか透明で、うん、そっか、
いや私はね北海道雪まつりはやったことないけど、そう鳥取で砂像、砂で作る像もある。それは見たことある。なかなかそれも面白い、うんうん、まあ、でも観光客めっちゃ多い多い、うん、あの、うん、韓国人とか中国人とか、うん、まあ、ヨーロッパ人、あ、オーストラリアからね。あー、オーストラリアからスキーとかしに来る人も多い。今年の冬、まあ、初めてというか本格的に北海道のスキー経験、うん、だったので、あの富良野は多分、うん、富良野かニセコは観光客一番多い。そうだよね、のニセコを特に多分海外で知られて、オーストラリア人多いイメージ、うん、じゃあ今年の4月はその仕事を始めるためにも東京に、うん、就職して東京に来たんだけど、うん、それもまたどうですか？あ、まあ、就活は、まあ、日本の学生と一緒にその新卒の就活の経験、うんうん、だったので、まあ、珍しいというか、うん、その制度もなんか分かるようにいろいろ頑張って。就活って日本独特だよね、うん。なんかそれこそ就活について何か面白いびっくりしたこととか、就活で、そのめっちゃあの早くあの、うん、卒業する前に、まあ多分卒業する1年前かな、うん、1年9ヶ月前始めて、うんうん、ずっとなんか起業のことについて勉強してたとか、うん、そのあのめっちゃ独特なあの面接のやり方、うんとか質問、その質問の答えもめちゃのその正式があるので決まってる。そう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 、とエントリーシートの書き方とか服装とかも、あ、まあオンラインだった、うん、だいたいオンラインだったから、うん、まあワイシャツとジャケットで大丈夫という感じだった、うん、上だけ。そうそう、上だけ一回だけあの対面面接に参加したことあって、うん、まあその時はその会社はビジネスキャジュアルで大丈夫な感じで、うん、まあ、あの、あ、全部リクルートスーツってわけじゃないんだね。そうそうそう、なるほど。だからちょっと楽、うん、だってね、ちょっと変わってるか、変わってきてるよね、うん、最近多分。そもそもね、オンラインでそれだけ、うん、なんか就職決まったのもオンラインって言ってたよね、うん、すごいね、それも、うん、そういう今の時代はそんな感じなんだ、うん、面接に行かなくてもたくさんの会社にエントリーシート送って、まあ、たくさんの会社に断られて断られて、まあそんなこともあって、あ、でもあれか、就活のためになんか特別なテストとか数学のテストもあるって言ってた。そうそうそう、あの、まあ、SPI、うんうんうん、SPI のようなテストもあって、うん、まあ、そこまで真面目にあの準備したわけじゃなくて、うん、まあ、このようなこの、あの SPIの正式の、うん、形式のテストがあった会社は、うん、多分全部落ちたのかな、うん、文系なのに急に数学の問題って言われても、そうそうそう、まあ、そこまで難しくないと思うんだけど、まあ多分ちょっと勉強する必要があったのかな、うん、あまりしなかった。でもじゃあ就職できて東京に来てからはどうですか？うん、あの東京が大好きで、あのその就職、まあまあ、優先的な条件として、うん、あの東京に来る、うん、あのことがあって、まあ、東京本当に大好きだから、まあ、あの今住んでる部屋も、うん、あのオンラインで全部オンラインで決めて、そんなこともできるんだ、うん、なんか LINE であのなんか動画、LINE、うん、あの LINEビデオ通話、ビデオ通話で、うん、あの部屋を見て、それ実際大丈夫だった？あ、うん、大丈夫だった。意外と、うん、意外とあの住んでいるあの街も好きで、うん、まあ、部屋も、まあ、大丈夫だった。LINE で決めるのそれはすごいね、なかなか。だって変なものもしかしたらどっか隠れてるかもしれない。でもすごいね、知らなかった。就職も、うん、内見ももうオンラインでできる、うん、多分すごい時代だね。コロナでいろいろ変わった工夫できて、日本の会社に、うん、まあ、グローバルだけど、うん、まあ、そもそも日本の会社だから、うん、その新卒研修という期間も、うん、
あって、まあ、まだ何も言えないというレベル、うん、でもさ、そもそもロシアだったら卒業してから就活するよね。そうだって卒業する前に就活するとそもそももし卒業できなかったらってめっちゃ思ってた。でも例えば大学院の人、うん、学生なんかロシアの大学の大学院の学生が多分大学院に勉強しながらいろいろな、そうだね、なんかパートとかでも、うん、本格的な就職もしている人もいる、うん、まあ、日本の学生は多分なんかバイトだけ、うん、して、まあ、卒業してからそのなんか本格的な、うん、就職になるというのが、うん、まあ、主な違いかな。そうだね、ロシアだとそもそもなんか私も就職したことないからわかんないけど、うん、イメージとして就職するために経験が必要。ああ、そうです。で、経験するために働くのが必要。でも経験がないから雇ってもらえない。で、うん、永遠のループみたいな。そう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 。だからめっちゃ初期の給料、ロシアだったら初期の給料がめっちゃ低い、うん、低くて、まあ、インターンとかも、うん、まあ、卒業してから、うん、まあ、無料でそのインターン経験も卒業してからする。うん、あるよね、無料でインターンとか。そうそうそう。へー。まあ、その研修期間は多分ちょっと、まあ、怪しい部分もあると思うけど、うん、まあ、逆にその一方で、うん、なんか卒業してから好きな分野があったら多分自分で選べるみたいな、なんか業界とか働きたい会社とか、うん、必ずしもその大学の専攻に関連がない、うん、日本で、うんうん、会社も選べるので、それは好きね。それはびっくりしたね、うん、なんかロシアでどっちかというとこの専門だからこういう仕事をするっていうのも直結してないとダメみたいな、うん、あるよね。そうだね、それ最初すごいびっくりしてた、日本で、うん、この専門がこれなのに主職はこれ、うん、なんか全然違う。どうやって仕事するの、うん、その知識とかなんだろう、いろいろ。そうそうそう、うん、ね、面白い。あ、多分なんか日本に就職することにした理由の一つは多分それ、うん、ああね、うん、なんか自分で、まあ、好きな分野に置いて経験、うん、まあ、ちょっと得て、うん、身につけて、うんうんうん、まあ、これから考える。そうだね、だってそもそも例えばロシアで大学入学するとき17歳とかで、うん、じゃあ専門も決めて、じゃあ将来もそれ関連の仕事必ずするって言ったら、うん、もしかしたら大学で勉強してる間にもまたちょっと変わるかもしれないし、うん、そうです。実際就職してみてから。確かに日本はそういう意味でフレキシブルなのが、うん、ね、いいよね。最近なんか転職も、うん、まあ、しやすくなってきて、確かにそういう関係、まあ、なんか逆に多分2年3年で転職してないとちょっと良くない感じもある。そうだね、時代も変わってきてる感じがするけど、じゃあ日本に今3年ぐらい住んで、日本の好きなところは何ですか？と、まあ、一番好きなのは、まあ、簡単に旅行できる、うん、ということが好き。結構旅行してる、うん、国内とか。そうそうそう、めっちゃ、まあ、東北地方以外、うん、まあ、めっちゃ、まあ、旅行したことある感じ。どこ行ってたとか、うん、どこが良かった？まあ、いろいろな季節によっても違う、まあ、うん、その感じが違うけど、多分春、4月だったら京都と金沢が、うん、あ、広島も良かった、うん、が好きで、まあ、日本全国といえば、まあ、四国、うん、あと2022年の夏は四国ちょっと旅行して、え、私も行ってたかも、2022年四国。21年だったけど、21年だった忘れた、21かな。うん、めっちゃよかった、うん、なんか田舎が好きで。え、小豆島行った？
行ってない。直島行った。ああ、私小豆島行ってすごい良かった。と直島か、あ、香川、香川県と、うん、徳島、うん、徳島行ってきた。うん、うん、めっちゃ良かった。まあ沖縄も行って、まあ沖縄はちょっとあまり。なんか行った時は、まあ、2月で、あまり天気良くなかったから、あまり感動してなかった。ちょっと、また、二度と行く必要があると思う。そうだね。その、広島、山口、まあ、京都。すごい。山口まで。滋賀。うん。金沢、石川。長野、最近行ってきた。軽井沢行ってた。うん、軽井沢、めっちゃの森が好き。で、東北は福島、仙台、うん、宮城、うん、うん、北海道。あ、じゃあ青森とかまだ行ってない？うん、うん、これから8月行く。いいね、めっちゃおすすめ。うん、旅行なら、そのなんか、コントラストが好きで、うん、まあまたなんか日本の大好きなところは、まあ、簡単に海とか山に行けるので、うん、まあ、モスクワにあまりそんな自然のところがなかなかないので、まあ、日本、まあ、東京大都会に住んでても、うん、まあ、簡単に山に行けるし海に行けるし、まあ、いろいろなところに行けるので大好き。確かにモスクワはもう海も山も遠い、うん、なんかとりあえずでも森みたいな、そうそう、平野部みたいな森みたいな感じだね。うん、うん、まあ個人的に、うん、まあ多分と人それぞれなので、人によって、まあ、やりたい人生でやりたいことも違う、うん、まあと思うので、多分そのやりたいことによってそれが、まあ、実現できる国も違ってくる、うん、確かに。で、自分なりの、まあ、5年というか、その感じの、計画はちょっと、まあ、想像してみて、まあ、それを実現するために日本がいい、うん、かなと思って、うん、まあ、とりあえず日本に、うん、大学院卒業したらモスクワに戻るってなんか最初思ってたって言ってたけど、はい、それがやっぱ変わった、うん、まあそもそもなんか大学院に入った時点で、まあ、モスクワその時もあまりなんか一番なんか知り合い人とか親しい友達とか家族もみんなモスクワだったので、うん、まあ、その時もモスクワなんか日本関連仕事もあったので、あ、結構あった、うん、と、まあ、なんでなんか日本に残る、うん、理由もあまり、まあ、なくて、うんうん、あ、帰ろうかなとずっと思って、あ、まあ、大学院に入って、まあ、1年2年生から、まあ、いろいろ状況変わって、モスクワもロシアもあまり日本語関連仕事あまり今できないので、日本も、まあ、友達と知り合い人を行って、まあ、日本に住むのも楽になってきたので、うん、まあ、帰らなくてもいいと言います、うん、なるほど。じゃあこれ最後みんなに聞くんですけど、将来の夢とか日本でやりたいことは何かありますか？まあいろいろなんかプラン A とかプラン B とかもあるので、まあとりあえず今の、まあ、研修に迷っているレベルになっているけど、まあ、マーケティングに、うん、めっちゃ興味があって、うん、マーケティングと、まあ、エンタメ業界に興味があって、うん、まあ、中小企業にもそのなんか中小企業、日本の中小企業とか、うん、日本の、まあ、伝統産業、まあ、うん、大学院で、まあ、焼き物の産地を、まあ、調査してたので、ね、福島に行ってたって。
福島の会津本郷焼きという焼き物産地を、まあ、なんか対象にして、うん、まあ、インタビュー調査のようなことをやって、うん、まあ、その時はそのなんかちっちゃい、まあ、職人の企業に、うん、会社に興味を持って、まあ、それをどのようになんか活発させるのか発展させるのか、うん、まあ、興味を持って、うん、まあ、マーケティングに、まあ、分野に経験を身につけて、うん、まあ、自分で何かやろうかなと思ってます。自分で何を？まだ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 、まあ、夢のような、まあ、イメージがあるけど、うん、まあ、そのようななんかマーケティング系、うん、仕事したいです。いや、もしかしたら焼き物も焼く？あ、2回ぐらい、あの焼き物教室に行ったことある。いいね、いいね。本人も言ってたけど、なんか日本のクォーターぐらいって言われるね、見た目的に。うん、なんか日本が入ってそうって言われるけど、一応入ってない。ちょっとあの、うん、多分日本人にとって、うん、の身長が高いから。ああ、いやいや、そこまで、まあ、そこまで、ね、いる。いないこともない。ずっと、なんか子供の頃から、あの、日本に住みたいという、まあ、夢もなかったし、うん、その、言語を選んだのは、まあ、あんまり、なんかランダム、ランダムだったけど、まあ、せっかく来て、まあ、やっぱり好きになって、うん、あまりそのなんか日本語を選んだというなんか後悔したことないので、うん、まあ、なんか運がいいとずっと思ってます。それは良かったね。あんちゃんの YouTube チャンネルとか、ね、あるのでぜひリンク貼っとくのは。ロシア語で喋ってるけど、あ、ロシア語だけど、まあ、最近なんか何も喋ってない動画もある。あ、お、軽井沢からね、うんうん、そうそうそう、旅行の動画とか。よかったら見てください。はい。じゃあ、よろしくお願いします。バイバイ。